デビアン GNU クフリーブスドはデビアン GNU Linux の Linux カーネル部分をフリーブスドのカーネルに置き換えたシステムである。名前がその構成をほぼそのまま表しており、K はカーネルの意、e、である。標準 C ライブラリーは GNU C ライブラリーであるが、プロジェクト側で手を入れている。特にシステムコールについてはフリーブスドには Linux のシステムコールを実行する機能があるがそれを使っているわけではなくフリーブスドのシステムコールで動作している。デビアン GNU クフリーブスドは2002年に作られた。クフリーブスドはデビアン6.0のリリースにテクノロジープレビューとして含まれ、デビアン7.0では公式のポートであった。しかしデビアン GNU クフリーブスドは 公式にサポートされるプラットフォームとしてはデビアン8.0で中止された。これはプロジェクトがその負荷を正当化するのに必要なユーザーを引き付けることができなかったからである。デビアンの開発者は OSS、ピアノフォルテ、ジェイルズ、んです。ZFS をフリーブスドカーネルに関する興味の理由として言及していた。クフリーブスドはデビアン8からアップデートされていない。 しかし、2019年7月の段階で、非公式にメンテナンスされる OS としては続いている。ありがとうございます。